ちは、こんばんは、ゲームトークのゆこうです。キララファンタジー始めていきましょう。前回演奏が稲葉に大敗を喫してしまいました。クラウカリバーズリバッセ大阪とこの状態で戦うのを余儀されなくされます。もちろんリバッセ大阪強い、間違いない。しかもそんなに強くないので、昨年は3位です。疲れがな、溜まってますね。不安です。2人疲れが溜まってる選手がいる。この2人は省かねばなりません。ではそんなに強くない。クラーカリバーズは勝率上回ってますね。昨年の順位の方がかなり大差なのかなと思うっていうのもあると思います。さあ頑張っていきましょう。さあコーナーキックをチャンス得ました。1-1が良くなるな。おっと1点ピンチ、なんかそれはない。1対1に先取点奪われた。チャンスが1点にしてピンチに。いややばい。どんどん作っていかねばなりません。包み抜かれた、すごいな。2点目取られた、どうしようもない。これが首位の強さ、ありますよ大阪。簡単に抜かれてしまいます。包みのスーパープレイ。このチームになってしまったようで嫌ですね。単純なミスをしてしまった。言いたかけない。インターセプト。またが。どうなんです。もう前半もほとんど時間ありません。無気力すぎる。これ話になってません。危ない。終了です。
あるか。近さ歴然です。コーナーキックになってしまいました。組がリア、エリカ大ピンチですね。お、組うまい。なんか前に出られない。お、これは最後いいとこ見ました。あーっと、いた正面だった。おっと、1対1、1点返しました。これ、おお、反則すれすれの行為ですね。判断が難しいが、攻めるっきゃないですよね。そこがないと、そこにつなげる選手が大事で。投入しましょうか。そしてマーク戦法をやめます。そんなことしてる場合じゃないです。何を変えたい。おお、よくパスが回ったんだが、今度はエリカの、ファールです。こちらボールのフリーキック、チャンスです。これに今度はコーナーキック。ああ残念、バーに嫌われてしまった。逆に当然ピンチが訪れます。筒井、さっき点を取ったスーパープレーで点を取られた筒井、まだピンチは続く。出ました、こちらボールのすごいんです。あと10分少々。筒井が降りてきますよ、相手は。パスしてくれれば。あー、またピンチ。木田原。あー、厳しい。さすが強豪チームだ。岩瀬大阪。後半も、このペナルティーキック。
結構ピンチとかありましたね。このコーナーキックも吸い込んだ。さあ、ここから反撃だというところです。さあ、しぶとかった。これです、これが必要です。いいですね。ここで一回跳ね返されるんですが、反則スレスレのプレーですよ。それから同点を作ろうといくつかチャンスを作ります。いいですね。あー、バーに切られてしまった。そしてまたまたですよ。これは今回は防ぎます。ここは37分ですね。完全に抜かれてしまいました。これで絶望的な2点差に。結局クルミが1点差このサイド追い上げたのは終了直前でした。遅すぎる。残念です。支配率は圧倒してたんだ。意外でもたくさんいただきました。3位に転落です。早稲大阪とは6点差。2年連続優勝してるだけ赤信号です。サンダーボルトが今年4位ですね。勝率では並んでるだけに、なんとかここは突き放したい。まあまあ選手も強いかもね。ところです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こう。